中には、ダークマターとかダークエネルギーって、あるでしょ。ああ、あるな。響きがかっこよくて、たまらないね。もう、私の右手が反応して、うずいて仕方がないよ。もしかして、それで、わざわざ腕に包帯をしているのか？そうしないと、世界を滅ぼしてしまいかねないんだよ。お年頃の妄想はどうでもいいけれど、確かにダークマターやダークエネルギーは魅力的だな。宇宙の大半を占めているのに、その正体がわからないなんて、まさに宇宙の神秘だよな。でしょ？でも、実は身近な存在のバリオンだって、相当謎で魅力的なんだぜ。バリオン？何それ、私の新しい能力の役に立つかもしれないから教えてよ。よし、じゃあ、消えたバリオン問題について説明するぜ。宇宙の大部分が人類にとって未だ謎であることに、改めて驚くぞ。宇宙は、見える物質よりも、見えない物質の方が圧倒的に多くを占めている。それが、ダークマターやダークエネルギーでしょ。ところが、見えるはずの物質も、どこに存在しているのか分かっていないんだとしたらどう思う？そんなこと言ったら、宇宙のことが何も分かってないってことにならない？実は、それが宇宙の知識に関する現在の状況で、宇宙のことなんて 1% も分かっていない可能性すらあるんだ。あれだけ毎日新発見とか言ってるのに、1% も分かってないってどういうこと？まずダークマターとは、電磁波を発しないので望遠鏡で観測することはできないけど、質量を持っているので、通常の物質に重力を介して影響を及ぼす物質だ。一方でダークエネルギーは、宇宙全体に浸透していて、宇宙の膨張を加速していると考えられる、仮説上のエネルギーのことだ。それぞれが占めている割合は、ダークマターが宇宙の 25% で、ダークエネルギーが 70% とされている。どちらも存在するとされているけど、観測できていないんでしょ。見えないものが大部分を占めているって、宇宙って怖いよね。観測はできないけれど、ダークマターは宇宙の構造形成や進化に、大きな役割を果たしてきたとされる。例えば、ダークマターは自身の重量によって、ダークマターハローという、巨大な塊のような構造を形成する。するとこのダークマターハローの重力によって、ガスが集められて収縮し、そのガスからやがて星が生まれ、銀河が誕生すると考えられているんだ。へぇ、銀河や星ができたのはダークマターのおかげなんだ。観測できないダークなものに対して、恒星や惑星、さらには私たちの身体のように、目に見える普通の物質のことは、バリオンと呼ぶ。厳密に言うと、バリオンとは3つのクォークから構成される素粒子のことで、最も有名なのは、陽子と中性子だ。ただ天文学では、ダークマターではない通常の物質を構成する粒子という、広い意味で用いられることが多いけどな。陽子と中性子って言えば、原子を構成している素粒子でしょ。目に見えるものを構成している大元ってことだね。でも、さっきのダークマターやダークエネルギーの占める割合からすると、バリオンが占めている割合は、5% ぐらいしかないんだ。そう、バリオンは宇宙のほんのわずかな部分を占めているに過ぎない。ところが、この見えるはずのバリオンですら、それが宇宙のどこに存在しているのかを、突き止めるのは非常に難しいんだ。どこにあるかわかっていて、5% って言ってるんじゃないの？バリオンが宇宙に占めている割合は、ビッグバンから38万年ほど経った頃の、熱放射の名残である宇宙マイクロ波背景放射を観測した結果から見積もったものなんだ。理論上の数字なんだ。初期の宇宙に作られたバリオンは、恒星や銀河などに形を変えて、今の宇宙に存在していると考えられる。ところが、バリオンの様子を観測結果から調べると、初期宇宙にあったバリオンの半分以上が、現在の宇宙では、どこかに消えてしまっているように見えるんだ。夜空には星がいっぱいあるんだから、バリオンもたくさんありそうなものだけど。確かに、銀河の中は星でいっぱいなんだけど、問題は銀河と銀河の間の空間だ。銀河と銀河の間の空間？宇宙全体を見たとき、銀河は特徴的な分布をしていて、銀河が集中しているところと、集中していないところに分かれているんだ。大部分の銀河は、銀河の集団である銀河団と、銀河団同士をつなぐ細長い帯状の領域である、フィラメントと呼ばれる領域に所属している。これは、石鹸の泡がくっつき合っているところをイメージしてくれるといいぜ。泡の膜の部分が銀河とかフィラメントってこと？そう、そして、泡に包まれて囲まれた空間があるように、宇宙にも、銀河団とフィラメントに囲まれた巨大な空間があって、ボイドと呼ばれるんだ。この、銀河団とフィラメント、そしてボイドが織りなす構造のことを、宇宙の大規模構造という。宇宙の構造が、石鹸の泡のようなものだとすると、何もない空間の方が、大部分を占めているってこと？そういうことになる。ただ、その空間も、全く何もないというわけではなく、バリオンが見つけられてはいる。完全に空っぽってわけじゃないんだ。ただ、その量は驚くほど少なく、部屋の中に原子が2個ある状態に相当するという、
それって、何も存在してないも同然だよ。そう考えると、宇宙全体で見た時には、確かにバリオンの量なんて、わずかなのかもしれないね。しかも、さっきも言った通り、そのバリオンの量の大部分は、本来あった量よりも少なくなっており、存在するはずのバリオンの1割にしかならない。銀河を取り巻くガスなんかまで考えても、バリオンの合計は想定されている全宇宙の 5% の、2割以下しか見つかっていないんだよ。5% のバリオンの2割、だから宇宙のことは 1% もわかってないってことになるのか。残りのバリオンは、どこに行っちゃったんだろう？オーストラリアにあるスウィンバーン工科大学のライアン・シャノン准教授は、この宇宙に存在する、普通の物質の量を計測すると、そこにあるべきはずの、半分以上が失われていることがわかります。銀河と銀河の間のどこかに隠されているのでしょうが、おそらくその物質は、非常に高温で、薄く拡散していることから、私たちの技術では観測できないのだと考えています。と語っているぜ。消えてしまったわけではなくて、見つかっていないのかもしれないんだ。このことは、消えたバリオン問題と呼ばれ、現代の宇宙物理学における、最大の謎の一つとなっている。ただ、近年、この謎の解決に貢献すると思われる発見があったんだ。何が見つかったの？80億年前に衝突した銀河から発生した高速電波バーストが観測されたんだけど、この高速電波バーストを研究することで、消えたバリオンの謎を解明するのに役立つ可能性があるかもしれないと考えられている。それに、宇宙マイクロ波背景放射薬エーサーの光を研究することで、バリオンは高温のガスの状態でフィラメントの間に存在することが明らかになってきたんだ。それはすごそうな話だけど、まず高速電波バーストって何？高速電波バーストとは、宇宙から突然、強力な電波信号がやってくる現象だ。2007年に発見されたばかりの天文現象で、これまで200個以上が観測されており、1日2000回以上も発生していると推定されている。結構、頻繁に起きてる現象なんだ。天の川銀河よりもずっと遠い宇宙で起こっていると見られているんだけど、このバーストは、わずか1000分の1秒という短い時間で消えてしまう。ただその一瞬のエネルギー量は、太陽が数日かけて放出する総エネルギーに匹敵する。何？その凝縮されたエネルギー？多くの場合、高速電波バーストは周期的ではなく、一回だけ観測される天文現象で、中性子星などの強力な磁場を持つ天体から放出されると考えられている。ただ詳しい正体や発生メカニズムは、ほとんど明らかになっていなくて、天文学の最重要課題の一つになって、研究が進められているんだ。宇宙の重要課題多すぎない？2022年に、オーストラリアにあるマッコーリー大学の、スチュアート・ライダー氏をはじめとした研究チームは、オーストラリア連邦科学産業研究機構の、電波望遠鏡施設である、オーストラリアンスクエアキロメーターアレイパスファインダー、略称 ASKAP によって、彫刻質座の方向に、高速電波バースト、FRB2022-0610A を観測した。それは、何か特別なバーストだったの？ライダー氏らは、ヨーロッパ南天天文台が運営する、チリのアタカマ砂漠にある、パラナル天文台の超大型望遠鏡を使用して、この高速電波バーストが発生した銀河が、どこにあるのかを追跡調査した。その結果、FRB2022-0610A は、今から80億年前の宇宙で発生し、地球までの距離が112億光年であることを突き止めたんだ。ライダー氏は、ASKAP の電波望遠鏡により、高速電波バーストがどこから来たのかを、正確に特定することができました。そして、チリにある超大型望遠鏡を使って、発生源の銀河を探したところ、これまでに発見されたどの FRB 発生源よりも古く、遠くにあり、小さな銀河群の中にある可能性が高いことが、わかりました。と、述べている。こうして、FRB2022-0610A は、これまでの観測史上で最も遠い場所で起きた、高速電波バーストであることが明らかになった。また、FRB2022-0610A はこれほど遠いにもかかわらず、明るく観測されているため、放出されたエネルギーは、2×10 の35乗ジュールであると推定されている。10の35乗のエネルギーって、ものすごいんだろうけど、ちょっと実感できないよ。これは通常の高速電波バーストの1000倍以上であり、観測史上最も高エネルギーな高速電波バーストであることになるんだ。これまでで最強って、すごいね。でも最も遠くて最強の高速電波バーストが、どうして消えたバリオン問題に関わってくるの？消えたバリオンだけど、ある程度どこにあるかの目星はつけられていて、なくなってしまったわけではなく、銀河の間を満たすイオン化した高温のガスとして、存在するのではないかと考えられていた。その高温のガスは正式には、中高温銀河間物質と呼ばれるんだけど、そのような状態の物質は観測が困難だから、消えてしまったように見えることと整合する。
あるけど見えないって、ダークマターと同じじゃん。ただ中高温銀河間物質のイオン化したガスは、通過する電波に影響を与える。だから、高速電波バーストが受けた影響を調べることで、逆にその存在を観測することができるんだ。そして、何十億光年という遥か彼方の宇宙からやってくる電波は、近くの宇宙からやってくる電波と比べて、より多くのガスの中を通過してきているだろうから、より大きな影響を受けていると考えられる。これを、オーストラリアの天文学者であった、ジャン・ピエール・マッカール氏にちなんで、マッカール関係と呼ぶんだ。なるほどね、だから高速電波バーストを調べればいいんだ。ただ、いくつかの観測結果によって、遠くの宇宙からやってくる高速電波バーストについては、マッカール関係が成立していない可能性が指摘されていた。遠すぎるとダメなのかな？今回の FRB2022-0610A では、マッカール関係が成立していることが明らかになったんだ。ということは、その高速電波バーストは、多くの見えないガスの影響を受けて、地球にやってきたってことが分かったってこと？その可能性が高いんだろうな。スウィンバーン工科大学のシャノン氏は、このような巨大なエネルギーのバーストを引き起こす原因はまだ分かっていません。けれども、この発見は、高速電波バーストが宇宙でよく見られる現象であること。そしてそれを使って銀河間の物質を検出し、宇宙の構造をより深く理解できるようになることを裏付けています。と、述べている。じゃあ、これからも高速電波バーストの観測を続けることで、消えたバリオンがどこにあるかも、はっきりわかるかもしれないね。現在、オーストラリアと南アフリカで建設中の、国際電波望遠鏡プロジェクト。スクエアキロメートルアレイは、FRB2022-0610A よりずっと遠くの高速電波バーストを、数千個も発見できる可能性がある。また、同じくヨーロッパ南天天文台がチリに建設中の、欧州超大型望遠鏡は、スクエアキロメートルアレイで発見した高速電波バーストが、どこで発生したのかを突き止めるのに役立つ。高機能の望遠鏡の開発で、これからどんどんと高速電波バースト見つかるかもしれないし、それで消えたバリオンの謎も解明されるといいな。実は、消えたバリオンが、ガスとして銀座の間に広がる空間に、存在しているのではないかということは、別の研究でも示されたんだ。え、そうなの？そもそも、銀座の間には見えないガスが大きく広がっているのではないかというアイデアは、1998年にコンピュータによってシミュレーションされて以来、考えられるようになっていた。アイデアとしては、昔からあったんだ。そこで、プリンストン大学の宇宙学者、ジェレマイア・オストライカー氏は、同僚のツェン・レン・ユエ氏と共に新たなシミュレーションを実行して、ガスの存在を確かめたんだ。二人は重力、光、超新星爆発など、宇宙空間で物質を動かす全ての力に基づいて、宇宙のガスの動きのシミュレーションを実施した。その結果、それらのガスは、フィラメントの中に蓄積しているはずだという結論に達しました。と、オストライカー氏は言う。イギリスにあるリバプール・ジョン・ムーア大学の天体物理学者、イアン・マッカーシー氏も、バリオンの多くは、銀河の中にあるのではなく、高温かつ拡散した状態で存在していることが、シミュレーションではっきりわかりました。と言っている。どっちもバリオンはガスになって、銀河の外側に存在しているってことは共通しているんだ。宇宙のシミュレーションからするとそういう結論になるんだろうな。でもまだシミュレーションでしょ。やっぱり実際に確認されないと本当かどうかはわからないんじゃない？それはそうだ。だから、隠されたバリオンを実際に突き止めるために、二つの研究チームが別々に、ビッグバンの残光である、宇宙マイクロ波背景放射の正確な測定に取り組んだ。さっきの研究では高速電波バーストが対象だったけど、今回は、宇宙マイクロ波背景放射の観測なんだ。でも、考え方は同じだ。宇宙マイクロ波背景放射も、宇宙を飛行するにつれ、通り抜ける領域の影響を受け、それによりスペクトルが歪められると考えられていた。ところが、これまでのところ、宇宙マイクロ波背景放射の最も優れたマップにも、そのような歪みは現れていなかったんだ。それは、逆にガスがないっていう証拠になっちゃうんじゃない？あるいは、影響があまりにも微弱ではっきりとは現れなかったのかもしれない。そこで、研究チームは、ガスが存在するだろうフィラメントを明確化することに取り組んだ。まずはフィラメントの確認ってことから始めたんだ。フィラメントは蜘蛛の巣のように、銀河と銀河の間に広がっている。彼らはまず、知られていた銀河をすべて検討して、適切な銀河ペアを見つけることに挑んだ。銀河ペアの間にフィラメントが存在するのは、二つの銀河が十分に巨大で、ちょうどいい距離だけ離れている場合だ。銀河であれば、どれでもいいってわけじゃないんだね。宇宙物理学者たちは、そのような銀河のペアがどこにあるかを特定すると、いわばデジタルのハサミを使ってその領域を切り取った。ふむふむ。切り抜き画像は100万枚を超えたそうだが、それらの画像を回転させ、
また拡大したり縮小したりして、すべての銀河ペアが同じ具合に見えるようにした。その上で、画像を重ね合わせることで、それまで目に見えなかった。高温で低密度のガスのフィラメントを可視化することに成功したんだ。なるほど、1枚だと薄かったりして見えなくても、100万枚重ねることで見えてきたんだ。ただ、この方法でフィラメントが見えるようにはなったけれども、それはまだ、バリオンの存在を確定させるにまでは至らなかった。そこで、新たな研究チームが、何十億光年もの彼方に輝く、クエーサーを観察することによる方法を見つけ出した。クエーサーって言うと、宇宙で最も明るい光を放つ天体の一つでしょ。その正体は、銀河の中心にある巨大なブラックホールじゃないか、とも考えられているぜ。アイデアとしては、高速電波バーストや、宇宙マイクロ波背景放射を観測した時と同じで、一見、何もなさそうな空間をクエーサーの光が通り抜ける様子を観察することで、その空間にあるガスを検知しようとしたんだ。でも、それじゃあ、これまでと同じ結果しか得られないんじゃないの？これまでの観測では、主に水素による影響を見つけようとしてきた。なんで水素？水素は宇宙に最も豊富にある元素だからだ。でも、中高温銀河間物質のように高温のガスが相手の場合、残念なことに、このやり方は困難を伴っていた。というのも、あまりにも温度が高いと、中高温銀河間物質に存在する水素が、イオン化されてしまい、通過する光に影響を与えなくなってしまうからだ。今までのやり方だと、まずかったんだ。でも、どうすればいいんだろう？そこで研究グループは、別の元素の影響を探すことにしたんだ。別の元素？それが、地球でもおなじみの酸素だ。中高温銀河間物質に、酸素って存在しているの？存在はしているけれど、その量は水素ほど多くはない。けれども、電子を1個しか持たない水素と違って、酸素は8個の電子を持っているという特徴がある。中高温銀河間物質の発する高熱で、酸素の8個の電子のほとんどは、取り去られてしまうんだけど、いくつかは残ることになる。さすがに電子が8個もあると、全部がなくなってしまうわけじゃないんだ。ローマにあるイタリア国立宇宙物理学研究所のファブリツィオ・ニカストロ氏率いる。研究チームは、電子を2個だけ残している酸素に注目し、その酸素に吸収された光を追跡した。この方法により、彼らは高温の銀河間ガスが存在する2つの場所を発見したんだ。実際に存在したんだ。研究チームは、地球とクエーサーとの間に見つけられたガスから、宇宙全体のバリオンの量を推定し直した。その結果から、まだ見つかっていなかったバリオンの 30% が、隠れている場所を見つけたと推測することができた。やっぱり、バリオンは消えたわけじゃなくて、隠れていたんだ。この数字は、宇宙マイクロ波背景放射を利用した研究の成果とも、ちょうど一致していたようだ。これらの研究の成果を受けて、アメリカのテキサス大学の研究者マイク・ボイラン・コーチン氏は、これらの研究チームはそれぞれ、同じパズルの別々のピースを、見ていたのですが、同じ結果に到達しつつあります。彼らがそれぞれ別の方法を用いたことを考えれば、安心できる結果です。という、違う方法で研究して、同じ結論にたどり着いたなら、間違っている可能性はきっと低いよ。研究チームの論文には、これまで見つかっていなかったバリオンが見つかったという結論に達した。としっかり記されているぜ。それにしても、消えたバリオンが見つかってよかった。これ以上、宇宙の謎が増えたら困るところだったよ。そういえば、バリオンつながりで言うと、素粒子の方のバリオンについては、新種が見つかったなんて研究成果も出ているぜ。何？新種のバリオンって？この新しいバリオンの発見は、現代物理学の発展に大きく貢献してくれる可能性もあるんだ。でもこの話に入るためには、まずクオークについての説明が必要だな。名前くらいは聞いたことはあるけれど。クオークは、陽子や中性子を構成する素粒子のことだ。陽子や中性子って、さらに細かくできるんだ。このクオークにはフレーバーと呼ばれる6つの種類があり、それぞれアップ、ダウン、チャーム、ストレンジ、トップ、ボトムという名前が付けられている。このクオークは、世代と呼ばれるグループに分けられ、第一世代はアップ、ダウン。第二世代はチャーム、ストレンジ、そして第三世代はトップ、ボトムとなっていて、クオークの質量は世代が上がるごとに増加する。そういうものなんだ。そして、重たいクオークは粒子崩壊と呼ばれる過程を経て、すぐに、アップかダウンのクオークに変化する。アップとダウンのクオークがいわば基本みたいなものなんだ。そう、だからアップとダウンが、宇宙の中で最も多く存在するクオークであるのに対し、チャーム、ストレンジ、トップ、ボトムのクオークは、宇宙船や粒子加速器の中で起きるような、高エネルギー衝突の中でしか生成されないという特徴を持っている。ちょっと特別なクオークなんだ。素粒子のバリオンは、3つのクオークから構成される物質で、フレーバーの組み合わせと数が変わることで、バリオンの質量と電荷も変わってくる。
スイスのジュネーブにある大型ハドロン衝突加速器で陽子を高速に近い速度で衝突させた結果、具材 CCW プラスと呼ばれるバリオンが新たに発見されたんだ。なんかリアル系ロボットの機体についてそうな名前だね。このバリオンは、チャームクォーク2つとアップクォーク1つで構成されており、重い素粒子に分類される。ということは、すぐに変化しちゃうってこと？そう、ほんの一瞬しか存在しないから、直接見ることはできない。直接見ることができなくて、どうやって存在を確認したの？崩壊した時にできた生成物から、その存在が特定されたんだ。それでわかるんだ。実は、具材 CCW プラスの存在は、以前から予測されていたんだけど、その質量が不明で、予測が正しいものなのかどうかわかっていなかったんだ。それが、今回、発見されたバリオンの質量が、予測されていた質量に近い値だったことで、理論的な正しさが確かめられたということだ。これが、もし予測と大きく異なる質量だった場合、現代物理学の基本となっている。標準モデルに誤りがあると、考えざるを得ないという大事になっていたようなんだ。それは、予想通りの結果になってくれてよかったね。具材 CCW プラスは、2つの重いクォークで構成されるバリオンが実際に存在することも証明した。チャームクォークが2つあるってこと？それもすごいことなの？これまでは、重いクォークを1つ持つ粒子なら確認できていたけど、2つ持つものは未発見で。それが存在するかどうか、確かなことは不明だったんだ。この新しいタイプのクォークが発見されたことで、素粒子の間に相互に働く。4つの基本的な相互作用の1つである強い相互作用についても新しい知見を、もたらすと期待されているし、量子力学という分野の謎を解き明かす。貴重なツールになるとも期待されているぜ。現代の物理学に大きく貢献する可能性があるすごい発見だったんだ。最後に、日本の研究成果の話だ。国立天文台のスーパーコンピュータ、アテルイ2の全能力を使ったシミュレーションによって、世界最大規模の模擬宇宙を作ることに成功した。しかも、この模擬宇宙のデータは誰もが使える形でクラウド上に公開されていて、宇宙の構造形成や天体形成の謎の解明に役立てられているぜ。模擬宇宙ってどういうこと？簡単に言えば、コンピュータの中に作り上げた仮想の宇宙だ。これまでにも同じような取り組みはされていたけど、今回は規模が違うぜ。極めて詳細なシミュレーションで、宇宙の大規模構造や銀河の形成プロセスなんかを、解明する基礎データとして、今後の研究に広く役立てられることが期待されているとのことだ。でも、どうして、そんな模擬宇宙を作ったの？ダークハローによって、バリオンが集まって星や銀河となり、宇宙の大規模構造が誕生したという話をしたけど、どうやって起きているのかというプロセスは、今のところ大きな謎に包まれている。その解明のためには、望遠鏡によって天体を観測するだけでは足りなくて、銀河を模擬的にシミュレーションすることも必要になる。ただ観測するだけじゃなくて、理論的にも考えることが必要ってことかな。このために、千葉大学の石山智明准教授を中心とする国際グループが、ダークマター構造形成シミュレーション、宇宙をクラウド上に公開した。国立天文台のスーパーコンピューター、アテルイ2の演算性能をフルに発揮して、構築された宇宙は、一辺が96億光年にわたる宇宙空間を詳細に再現している。さすがは、天文学専用のスーパーコンピュータ。その空間は2兆1000億個の粒子で満たされており、小さな矮小銀河から巨大な大銀河団まで、その構造形成や進化のプロセスを観察することができる。これまでの構造形成シミュレーションでは、空間的な広さか、詳細さのいずれかしか、再現できていなかったが、宇宙はその両方を兼ね備え、従来の限界を一気に突破したんだ。画期的なシミュレーションだ。この模擬宇宙のデータは、スバル望遠鏡をはじめとする世界各国の大規模天体サーベイ観測データと、合わせることで、宇宙の大規模構造や銀河形成の謎の解明に、役立てられることが期待されているぞ。いいな、私もそういうの見てみたいよ。このデータは公開されていて、誰でもアクセスすることができるぞ。ただ、100TB くらいあるような巨大なデータだけどな。私のパソコンのハードディスクって、ようやく 1TB だよ。まあ、でもこんなすごいシミュレーションを、誰でも利用できるようになるって、すごいことだよな。いろいろな研究のおかげで、今では宇宙を構成するバリオンがどこに隠れているのかも、だんだんと解明されてきているんだね。ただでさえ見えないダークエネルギーやダークマターが、宇宙の大部分を占めているのに、見えるはずのバリオンまで、どこにあるのかわからないなんてことになったら、宇宙のことが何もわかってないってことになっちゃうからね。そうならなくて本当によかったよ。とりあえず宇宙を占めている物質の 5% は、確実に存在するようだからな。ちょっと、安心したよ。それに、宇宙シミュレーションは気になったな。早速、見てみるよ。もしかしたら、何か新しい発見ができたりして。夢が膨らむな。